私はレイシアです。遠藤新と、あなたに要請します。私のオーナーになってください。オーナーって僕のものになるってこと？私を信じますか？壊れてしまった。何？お兄ちゃんが女の子買ってきた。買ったんじゃない、拾ったんだ。もっと悪いよ。誰もが言う。お久しぶり、お姉様。楽しいことは後にとっておかなくちゃね。あれは人間の道具だ。何が起こっている？ネットワーク支援なしで高度な判断を行う能力を持つ。私は道具です、魂はありません。それでも僕の心は動いたんだ。僕らの未来が世界という形になれなくても、その恐れは乗り越えなくていいのですか？今戦わずにいつ戦うのですか？分かった、